陶磁器を作ってる宝仙岩の原田玄と申します。僕は有田の方で磁器を焼き始めて、私が今、13代目になります。やっぱり品質クオリティのところを非常にやっぱり重視というところで、非常に私のこの釜が適しているということで、依頼があったと思っております。本当に、割れるんじゃないか、すぐ使ってると割れるんじゃないかという薄さなんですけど、先を、こういう強い強度がある石を使って天然の素材を使ってやってますので、強度は非常にある、しかも薄いということで、宝仙を作るまで、まず陶石がありまして、この陶石を選びまして、この色を出すための陶石を選びます。で、これを砕いて、こういう水を混ぜて粘土状にします。この粘土状のやつを、ドロドロに溶かして、石膏型という白い型の中に流し込んで、で、この形を抜いていきます。そして、それが乾いた状態で、さらに、手作業で一つ一つ、この線の修正をかけながら、きれいに仕上げていって、あと、釜の方で1300度の焼成を行って、でその後ちょっと、質感が手に触った時にちょっとザラザラ感があるので、あと研磨機という機械を使いまして、全体的にこれをブラッシングしていきます。ここにですね、白い、若干少しアイボリーがかった絵の具をこう筆で着色するんですけど、これは、デザインから、言われたんですけど、ショルテンドバインから、ここは とにかく紙の上のテープのイメージだと。商品自体、製品自体は簡単にはうまくできない、いろんなノウハウが入ってます。秘密なところもあるんですけど、ぜひ使っていただいて、秘密はあった方が面白いかと思います。